2人最終回家族かっこ鍵は維持しつつ、咲子と高橋は別居しました。咲子、高橋両方とも子供は望みませんでした。高橋は地方に行き農家になるという夢を叶える一歩を踏み出しました。咲子は高橋の家に残り祖母の家を守ることになりました。アロマンティックアセクシャルだけではなく、別居で暮らしても家族でも良い、家族の多様性を伝える結論になりました。咲子の妹美乃木はシングルマザーになりましたが、お父さんお母さんたち家族と一緒に子育てをすることになりました。咲子とも余ったご飯を分け合ったり、別居ですが交流は続くことになりました。妹の美乃木はレールに沿った人生にこだわらない生き方を選択することになりました。咲子は母親とは和解することができました。母親としては未だに結婚して子供を産んでほしいと思っているが、咲子には幸せになってほしいと、お母さんと咲子の幸せは違うということを理解してもらえました。カズくんは咲子と仕事の同業として一緒に仕事を継続することになります。咲子の上司はカズくんと咲子が2人一緒にいるときに、誰かが2人付き合っているんですかと言われたとき、上司からそういうことは言わないと注意をしてくれました。咲子たちにとってセクハラなどを防ぐことができる働きやすい職場環境になりました。恋せぬ2人の最終回の結論としては、高橋と咲子は恋愛感情に芽生えるというオチでもなく、友情結婚するというオチでもなく、同居して一緒に暮らすというオチでもなく、咲子、高橋、カズくん、みのり、みんなそれぞれ別居で、困った時に連絡を取り合ったり、ご飯を分け合ったりすることができる、別居で複数人のコミュニティで生活をする選択肢を選ぶことになりました。当事者からすると、恋せぬ2人の情報が公開されたとき、結局は異性愛になるのではないか、最後2人が結ばれて終わるのではないか、そういった懸念の声が乱れました。高橋と咲子が恋愛できないことを克服するような表現ではなく、2人が恋愛や性愛に芽生えないという結論になることができました。最後の結論が2人一緒に暮らしましたとか、友情結婚しましたなどの結論にしてしまった場合、それはそれで良いかもしれませんが、見る方によっては結局は異性愛なのか、異性が結ばれた結論になっているんじゃないかと、よくは思わない方もいらっしゃるかもしれないです。2人が結ばれるという結論ではなく、別居で生活をする結論になりました。近すぎず、一定の距離感で関わることができる。当事者でも全員が全員この形を望んでいるわけではないかもしれませんが、SNS のコメントや交流会などで当事者の声をよく聞くことがありますが、当事者の方でも理想に近い生活のスタイルに落ち着いたのではないかと考えられます。恋せぬ2人の内容は全体的には、家族や職場から結婚子育てはまだかと指摘を受けてしまったり、大切な人と決別してしまう場面があったり、当事者が経験したり周りから言われたことがあるようなきつい場面が多くありました。当事者にとってこんなことを言われると傷ついてしまうから、こういうふうに接してほしいなどを伝えるためにはきつい表現が必要ではあったのかなとは思います。一般的にある多くの作品は恋愛的な表現があります。恋愛的な表現があった方が起承転結が作品として分かりやすい。多くの人は恋愛や性愛を経験するので、多くの人の共感を得やすいので、作品として面白い、売れやすい。主人公の男女2人が最後結ばれてハッピーエンドにした方が分かりやすい。こういった理由から一般的にある多くの作品は恋愛的な場面があります。恋愛的な場面がないとなると、咲子と高橋と周囲の人がトラブルを起こしていったり、当事者にとってきつい表現が出てきてしまったり、それが必要になったのではないかと思います。咲子と高橋も同じアロマンティックアセクシャルですが、それぞれの個性は違っていて、当事者でもみんな同じではなく多様性があるということを表現するために両極端のキャラクターになっています。咲子は好きなアイドル推しがいますが、
高橋は推しがありません。高橋は接触嫌悪ですが、咲子は接触はあまり気にせず、逆に距離感が近く、それで誤解されてしまうことが多い。一般の方からすると、男性が女性の体に触れることができないというのはまず理解はしません。高橋が接触嫌悪のキャラクターにすることで、男性でも女性に触れることができない人がいる、そういったことを伝える役割があったのだと思います。また作品中では、ないことを説明する難しさ、当事者がカミングアウトをしたりしたときに、根掘り葉掘り聞かれてしまう辛さも表現されていました。当事者は日常生活で常に説明を求められます。恋愛しないとか性的に惹かれないってどういうことなのか、このないということを周りから説明を強いられる辛さがあると思います。ドラマなどの影響で情報が広まれば、性的に惹かれないっていうのはこういう情報です、質問する前にまずはこれを見てくださいなど、この資料を読んでなど調べれば済む状態になれば、説明を強いられる辛さから逃れられて生きやすくなる当事者もいらっしゃると思います。咲子と高橋の将来どうするかについての話し合いの場面を見てみます。高橋は最初、リスクがある新しい生活よりも今の咲子との生活を選ぼうとしていました。それだけ高橋にとって咲子と一緒の生活は大きなものになっていました。ある意味で恋愛抜きの家族に慣れていました。子供の希望についても第7話の段階では咲子は高橋に聞くことができていませんでしたが、第8話では聞けていました。高橋も咲子も両方とも子供を望んでいませんでした。子供を望まないというのは高橋も咲子も一致をしていました。なおアセクシャルの中にも子供を望むという方はいらっしゃいます。咲子は高橋との話の中で、今の生活が楽しい、自分のことを分かってくれている人が増えている、毎日が幸せで、ある意味人生のベストだと高橋に言います。高橋としては今の暮らしには満足をしている、ベストではないが人生は諦めも肝心というのが僕の座右の銘である。社長の遥かからの提案は魅力的ではあったが、祖母が残してくれたこの家を開けること、咲子と家族かっこ限りで亡くなること、それの怖さが勝ったと言います。高橋にとって今まで人生の中で常にモヤモヤがかかっていました。咲子に会って新しい仲間たちに会えて、もやもやだった人生に彩りが出てきました。慣れると思ってもいなかった恋愛感情を抜いた家族に慣れていると思う。には戻りたくないと言います。咲子は本当にしたいことをやらなくていいんですかとぐいぐい攻めていきます。咲子のぐいぐい攻めるところについては違和感があるという声も多かったですが、咲子は元からぐいぐい攻めるキャラクターなのでこの表現になったのかなとは思います。高橋は咲子が寂しいと言ったから家族になったのにまた一人に戻るのか、あの家族のところに戻るんですかと言い返します。咲子はそれに対して、私はここに住み続けると言って、高橋はちょっと理解が追いつかないから正義をしますと言います。つまり咲子と高橋は別々に暮らす、咲子は高橋の家で、高橋は地方に行き夢である野菜王国で暮らします。そうすれば高橋の希望通りこの家は守れるし、高橋は好きなことができます。高橋はでも一人になったら僕たちの関係の家族かっこ仮は終わりになっちゃうんじゃないかと言いますが、咲子は終わりにはなりません。私たちは別々で暮らしても一人じゃないし家族じゃなくなったりなんてしませんと言います。諦めるんじゃなくて両方取り、それがベターじゃなくてベストだと高橋に伝えます。高橋は咲子に、でも僕がこの家を守りたいと思ったから気を使って言ってくれているんじゃないかと心配をしますが、咲子はいや、私はこの家が本当に好きになったんだと言います。咲子は高橋に対する配慮したいという気持ちではなく、私は私の理由でこの家に住みたいんだと言います。もし住みたくなくなったらまた考えよう、野菜王国一回やってみてダメだったらやめてもいいし、言葉にすると縛られてしまうから、周りが決めた普通に縛られなくてもいいんじゃないかと、大事なものとか考え方は変わる、
その時のベストを考えればいい。いろいろ話し合ってそれでも無理なら、例えばの話だけど、無理に家族でいる必要もないと高橋に伝えます。今まで、咲子の方が高橋に引っ張ってもらう表現が多かったですが、前回は第7話から高橋の心の弱さの部分がだんだん出てきて、最終回では咲子が高橋をリードするような表現がされていました。咲子が言っていた言葉にすると縛られてしまうから、周りが決めた普通に縛られなくてもいいんじゃないかは、当事者からは自分らしく生きたいなと思っている方からは共感できると SNS ではコメントが多かったです。大事なものとか考え方が変わるというのもポイントです。価値観というのは時代によっても変わっています。このドラマでテーマになっている恋愛、自由恋愛が認められたのは戦後になってからです。昔は家制度といって、その家庭で一番身分が高かった男性であるお父さんの指示に従って、女性はパートナーを決めないといけない時代もありました。なので戦後になって、婚姻は行政の合意に基づくと男女平等が謳われるようになりました。今ではみんなが当たり前に言っている自由恋愛というのは、実は歴史的には本当に最近生まれたことです。こんな感じで、この社会の普通っていうものとか価値観なんて変わっていくものだから、その時々に合わせたベストを選んでいけばいいんだよと咲子は言っています。この話の後は高橋が引っ越しをする場面があります。高橋は一人で引っ越しをすることを選びました。僕のために咲子さんが仕事を休む必要はないと言います。引っ越しをする日は高橋の会社で退職の手続きと家にずっと置かれていた祖母の納骨をします。高橋はある意味亡くなった後も祖母と同居をしていたことになりますが、引っ越しをするときに祖母ともお別れをします。咲子と咲子のお母さんの和解する場面を見てみます。みのぎのお見舞いに来たお母さんと咲子は再会します。高橋のことを話しているとお母さんは咲子に、咲子としてはどうしてあげたいのと聞いてくれます。お母さんは咲子に伝えます。今でも思っている。あなたがいい人を見つけて結婚して子供を産んでほしいって。でもこうも思っている。恋愛しない道を選んでもいい。だからその代わりお母さんが知らない形の恋愛抜きの幸せっていうのを掴んでほしい。お母さんはただ咲子には幸せになってほしい。ここでのポイントはお母さんが知らない形のという言葉だと思います。第2話の時点では家族たちに咲子は厳しい言葉を言われて非常に傷ついてしまいます。今ではお母さんの幸せと咲子の幸せは違うんだよというのをお母さんは理解して歩み寄ってくれました。引っ越して野菜王国に行った後の高橋の声を見てみます。引っ越してから1年後に移ります。高橋のブログが更新されます。ブログには仕事を辞めて1年。幼い頃から暮らしていた祖母の家を出て、昔からの夢を叶えようとしている。今は転職なんて普通だと思うかもしれないけれども、僕にとって大きな一歩なんだと言っています。高橋は諦めの中で生きていた。自分ばかりが理解してもらえるように説明しないといけなかった。僕のことは放っておいてくれと思っていた。この1年と少しの出会いで諦めの中から飛び出した。諦めをやめた分、自分に返ってくるものがあった。こんな人生も悪くないって生まれて初めて思ったと言っています。ここでのポイントは、自分ばかりが理解してもらえるように説明しないといけなかったの高橋の言葉です。ないものを説明するというのは非常に難しいです。当事者からすると、職場とか家族とか友達とかパートナーとか、何かあった時に周りに常に説明が求められて、それが非常に苦痛である。相互理解のためには必要だと言っても苦痛だという声は大きいです。複数人のコミュニティで生活をしている場面を見てみます。咲子がロールキャベツを作っている時、電話で高橋と話をします。高橋からいただいたロールキャベツをカズ君やみのりにも分けて食べてあげようと電話で話しています。咲子は高橋に、高橋さんご飯中ですかと言って、ああ、焼き芋を食べてます。焼き芋私たちに送ってくださいよと、何くない会話をしています。別居で、複数人のコミュニティでも、電話などで適度な距離感でやり取りをしたり、
ご飯をお互いに分け合ったりする、そんな関係が最後のシーンで描かれていました。エンディングの咲子の最後のセリフもポイントです。私は今の生活に大満足しているけれども、それでも私たちに何か言ってくる人はいる。でも忘れちゃいけないのは、私の人生に何か言っていいのは私だけ、私の幸せを決めるのは私だけ。この咲子の最後のセリフをポイントで、これを見た時に咲子めっちゃズーズーしいんだけどと思った方いらっしゃったと思います。高橋さん、家から出てって私が住むからいいでしょ、これも非常にズーズーしいんじゃないかというコメントも SNS では見受けられました。ここで言いたいこととしては、当事者は常にストレスを感じて生きている人が多いです。一般の人がわがままだと思うぐらいもうズーズーしく自由に生きていって、自分らしく生きていっていいんだよという気持ちが最後のズーズーしすぎるような咲子のコメントには残っています。また最後に千鶴ですが、エンディングの場面で楽しそうに仕事をしている場面が映ります。第5話では気持ちが落ち着くまで距離を取ろうと言っていました。エンディングで咲子と再会できるかなと思っていましたが、千鶴と咲子は最後再会することはありませんでした。以上で恋せぬ二人最終回の解説おしまいです。異性が結ばれる結論にはならず、別居で複数人のコミュニティとして生活をする方法、当事者が望んでいる家族の多様性の形だったのではないかと思います。最後までご覧いただきありがとうございました。